赤色がエクアドルとペルーのアンデススペイン語地域。アンデススペイン語は中央アンデスで話されるスペイン語の方言。コロンビアの南部からエクアドル、ペルー、ボリビアを通り過ぎ、アルゼンチンの北西部やチリのアンデスの寒冷なアルチの地域に影響を与えている。アンデススペイン語はカスティーリアのスペイン語の影響を受けているが、都会の方がその傾向にあり、田舎や 都会の一部では、ケチュア語やアイマラ語、その他の土着言語の影響が見られる。アンデス地方では、以下の拡大用法がある。教養的だとよく知られている方言として、ロハ、キト、アレキパ、パスとクスコ、ラパスのものがある。アルゼンチン北西部やチリ北部では今日それぞれの国の方言の一種の融合が存在していると言えるが、実際はそれぞれの国の方言が優勢である。 アルゼンチンの北西部では発音や語彙面で影響を受けている。一方で、ラプラタ川流域のスペイン語は発音へのわずかな影響、また、熟語やその方言のボセオをもたらしていて、トゥテオを侵食している。チリも非常に似ているが、トゥテオとボセオの仕様が交代し、さらに、チリスペイン語の熟語やアンデススペイン語のいくつかの熟語が見られる。ありがとうございます。